雑居ビルの一つ北海道のサラキン雑居ビル街。雑居ビルとは、不特定多数の業種、業態の店、住居などが多数混在するビルのことである。雑居ビルは法律上の定義として直接示されていない。消防法第8条及び施行令第1条の2にて定義されている複合用途防火対象物は雑居ビルも対象に含まれる。消防庁では、 直通階段が一つのみ設けられていることなどの条件を満たしているものを小規模雑居ビルと定義している。工事園第4版では、系統性のない多種の用途によって占有されるビルディングテナントと書かれてある。規模の大きな会社が複数入っているビルも雑居ビルと言えなくもないが、六本木ヒルズのような形態のビルを雑居ビルと表現するものは少なく、企業の本社や支社などの事務所が、 主に入居しているため、オフィスビルと呼ばれることが多い。大都市の歓楽街の古いビルに多く、一般的な企業の事務所よりも、小規模な飲食店、金融業、風俗業などが集まる。特に風俗業の看板は、ビル全体に覆いかぶさり、強烈な文言と刺激的な映像で通行人の興味を引く。あまりに大きいので非常出口を兼ねた窓をも塞ぐ、ことから内部は、 昼でも薄暗く、通路も狭い場合が多い。飲食店も、種類の提供が中心である。金融業も違法金利営業が多い。異業種同士が利益をかけて結束する形態も、状態化し、表面上は別経営であるが、実際は一つの経営主体であり、結果ビル全体が一つの支配下にある場合もある。雑居と呼ばれることに、建物権利者は不快感を持つ。しかし、 営業形態が公然にできない業種の賃借人が多く他社の関与を嫌う。通常の賃貸ビルなら、貸し主たナコ相互が一定の親睦遊戯を図っているが、それができない以上、雑居と称して他社の介入を拒んでいる。これがオフィスビルとの相違である。また違法営業について司法からの追求を逃れるために、自らの関与を否定することを狙い、 雑居と称しているものもある。雑居ビルでは、ビルオーナーが利益を最優先する傾向があるため、入居させるテナントを選ばないことが多い。一定の利益を上げると、ビルオーナーが建物を転売し、所有者が一定しないケースがしばしばある。非公然業種が入居したビルに、通常の入居者の入居は難しく、貸主もこうした借り主と関係を持つことを、忌避するからである。 閉鎖的な業種が多くなるので、犯罪の温床となりやすく、建築物構造そのものや管理体制の面で消防法に違反するものも多い。また、街並みの景観を壊す現況ともなっている。ありがとうございます。